2003年2月、2チャンネルにヒサルキという怪奇話が投稿されます。しかし、その後日、この話とは時期も場所も違うのに、共通点の多い話がいくつも投稿され、ヒサルキは2チャン氏に名を残す怪談として語り継がれることになるのでした。ヒサルキの話は2チャンネルのシャレにならないくらい怖い話集めてみないという通称シャレコアに突如投稿された話が発端でした。これはイッチが友人のほぼさん、つまり今でいう保育士さんから聞いた話として語られます。そのほぼさんが勤めている保育園はお寺が運営しているらしく、近くにお墓があるので、子供たちがお墓に入っていたずらをしないように、保育園の周囲には柵が張り巡らされていたようです。その柵には先の尖った杭が使用されており、杭の尖った部分に時折、虫やトカゲなどが串刺しにされているのが見つかっていました。しかし、お寺も兼ねている保育園という性質上、人の出入りが多く、思考回路の狂った園児のいたずらなのか、他の誰かの仕業なのかがわからなかったそうで、その上、鳥のせいかもしれないといった意見もあり、特に誰も気にせずに過ごしていました。ところがある日、その柵にモグラが刺さっていました。虫はまだしも、哺乳類はさすがにグロいということで、お寺のお坊さんでもあり、保育園の園長でもある人物がすぐに片付けます。しかし、モグラの事件からしばらく経った日に、今度は猫が串刺しにされていたのです。これはさすがにひどいと感じた関係者らは集まり、誰の仕業なのか、そして今後どのように対応するべきかで話し合いが持たれます。しかし、犯人の手がかりは全くなく、再発防止の明暗も出なかったので、そのままだらだらと時間だけが過ぎていきました。そこからさらに日が経ち、新たな事件が起こります。今度は保育園で飼育されていたウサギが串刺しにされていたのです。このウサギを発見したのは、イッチの友達にあたるほぼさんで、早朝にお寺のお坊さんがお墓の掃除に通りかかった時にはこのウサギの串刺しはなかったそうで、不思議に思ったほぼさんはこの日自分よりも早い時間に登園していた子供に何か見なかったと聞きました。するとその園児はヒサルキだよと言ったそうです。しかし言葉の意味がわからなかったほぼさんはヒサルキって何と聞き返したのですが、園児はうまく説明できないらしく、困ったほぼさんは他の園児にも聞いてみることにしました。そして聞き込みを開始すると、なんと他の園児たちもみんなヒサルキを知っていることがわかります。しかし最初の園児と同様にヒサルキとは何なのかを説明できる者はやはりいませんでした。こうしてその保育園では様々な動物が立て続けに殺され、可愛がっていたウサギまでもが犠牲になったのに、それでも子供たちはウサギの死をあまりかわいそうだとは思っておらず、どこか仕方がないという冷めた態度のようにほぼさんの目には映ったそうです。そしてこのほぼさんが変だと感じていたのはヒサルキについて園児たちはみんな知っていたのに、保護者は誰一人知らなかったという点です。後日保護者たちに聞いてみても、子供たちがヒサルキという言葉を家で使ったことはなく、また本やテレビの架空のキャラでもないというのです。するとここで同僚の保護さんが昔そんな名前の絵を見たことがあると発言します。その絵は園児が描いたものなので、
すでにその子の元に返却されて園にはないそうですが、絵を描いた子はその保母さんの近所の子なので名前を覚えているというのです。そしてそれならその子に聞いてみたらどうですかと友達の保母さんが提案すると、その保母さんは聞いてみようにも引っ越してしまったのだと告げました。しかしその引っ越しの様子が変だったのを覚えているそうで、何でも挨拶もなく急に引っ越しをすることになり、引っ越し当日にその子が車に乗せられているのをちらっと見たらしいのですが、絵を描いたその子は両目に眼帯をして車の中に座っていたのだそうです。その後の保育園では鶏が串刺しにされたのを最後に、ひさるき騒動は収束していったのだそうで、結局犯人もひさるきが何なのかもわからないまま話は終了します。そしてイッチは最後に、誰かひさるきって知ってる？とスレミンたちに問いかけました。するとスレミンたちからは口々に怖いや後味悪いといった感想が上がり、中には寺のお坊さんが犯人というのが一番怖いという罰当たり2期や、ひさるきをアルファベットにしてから崩していき、はるき氏になったところで某小説家を疑うはるきチルドレン2期も現れ、さらにとあるスレミンが、ひさるきって何？教えて MMR とマガジンミステリー調査班に助けを求めると、一人のスレミンがそれに答え、ここの掲示板の管理人だろと言って、ひさるきと皆さん大好きひろゆきを混同する始末で、この時のスレの混乱ぶりが伺えます。そして小動物が串刺しになっているのはモズの生贄と言って、モズが餌を蓄える習性だが、さすがに猫はない巨大モズかという大きな鳥の仕業説を唱えるスレミンや、ヒサルキという言葉になんとなく覚えがあり、それはだるまさんが転んだのような使い方でポーズを真似する遊びの掛け声だったという某韓流ドラマを思い出させる記憶を手繰り寄せてきたスレミンも現れますが、結局この時点でヒサルキに関する情報はあまり集まりませんでした。しかしこれが2チャンネルにおけるヒサルキが初めて登場した話となり、その後も2チャンネルでは場所や呼び名は違うもののヒサルキに共通点のある話がいくつも投稿され、ヒサルキについての考察すれまでできるほどの盛り上がりを見せます。中でも2005年に投稿されたキラキラさんという話の内容は、投稿主がヒサルキに大変よく似た体験をしており、ヒサルキ、私の時はキラキラさんと呼ばれていましたと言って始まります。この話は投稿主がとある施設の職員として働いてた時の話のようで、その施設では動物の惨殺死体がたびたび発見されていました。動物の死体が発見された時に近くにいた子供に何か知らないかと尋ねると、キラキラさんがやったとだけ答えるのだそうです。そして職員がキラキラさんって何？と聞くと、両手で両目を隠しながら知らないと言うのだとか、他の職員もキラキラさんについては何も知らず、子供たちだけが知っているということで不気味に感じていたのだそうです。そんなある日、この話の投稿主である職員が子供たちを庭に連れ出した時、手をつないでいた男の子が、あ、キラキラさんだと言って空を見つめます。投稿主も同じ方向の空を見ますが何も見えません。すると他の子供たちも気がつき始めたようで、その場にいたほとんどの子供たちが
空の一点を見つめ始めました。中にはキラキラさんに向かってニコニコと手を振っている子供もいたのだとか。この突然の出来事を不気味に感じた投稿主は、手をつないでいた子の前にしゃがみ込み、何にも見えないよ、キラキラさんって何？と聞きますが、男の子はやはり知らないと言って両目を隠すのでした。しびれを切らした投稿主が、私も知りたいな、教えてよと言って、男の子の両目を覆っている両手を外すと、突然その子は人差し指を突き出し、投稿主の両目を潰そうとしてきました。投稿主は驚いて尻もちをついたので、その攻撃をかわせたのですが、今度は投稿主の目の前でその子は突き出した両手の人差し指を自分の目に何のためらいもなく突き刺しました。その光景に驚いた投稿主はその子に飛びかかって押し倒し、自らの目を潰そうとするその子の両手を必死で押さえつけ助けを呼びます。しかしそれは子供とは思えないような力だったと投稿主は語りました。そして投稿主と男の子はしばらく揉み合いとなりましたが、しばらくして男の子は我に返り、目が痛いよと泣き叫びました。それはまるでたった今怪我に気づいたかのようだったそうです。その後この男の子は病院へ運ばれ、失明こそ免れたものの後遺症は残ってしまったそうで、投稿主は言葉をうまく操れない子供たちは得体の知れないものに名前をつけて親しんでしまうことがあると言い、聞き慣れない子供の造語に大人が立ち入ってはならない場合があるのではないかと言って話を締めくくりました。ヒサルキとは明らかに名前が違う今回のキラキラさんの話も、やはりヒサルキとの共通点が多いことに恐怖を覚えるスレミンたち。他にもイサルキ、キンキンさん、キンキラさんといった話も上がっており、その話に共通するのは動物が惨殺されること、子供たちにしか見えないこと、そして正体を探ろうとすると目に怪我をすることなどが挙げられ、2チャンネルではすべてヒサルキの仕業なのではないかという噂が広まっていきました。他にもヒサルキと共通点を持つ話の中にキヒサルやキヒサルという話があり、キヒサルとは群れからはぐれた猿を狙って取り付く何者かのようで、猿の外見を利用して群れに近づき、手当たり次第に殺して食べてしまうのだそうです。またキヒサルは食欲が尋常ではないらしく、キヒサルが現れた山では獣の数が一気に減り、食い散らかされた獣の死体がゴロゴロと転がるようになるので、それを見て漁師やキコリがキヒサルの存在に気がつくのだとか。当然漁師はキヒサルを忌み嫌い、退治しようとしますが、罠を仕掛けて捕らえたとしてもキヒサルの本体は乗り移った体から抜け出してしまい、その本体を捕まえることができないのだそうです。そんなこともあり、キヒサルが現れた山では漁師とキコリが手分けして山狩りが行われるようで、その方法は金物の音を恐れるキヒサルをドラや反射を鳴らして山頂まで追い詰め、草を刈った平地まで追い込んだら、あらかじめ木の上に用意しておいた油を染み込ませた布をキヒサルの上に落として捕らえ、すぐさま火を放って焼き殺すというものでした。この時キヒサル本体の姿を見てしまうと目がつぶれると言われているので、このような面倒な手順を踏んでキヒサル退治は行われていたのだそうです。
この話にもやはり動物が殺されることや目が潰れるなどヒサルキとの共通点があります。しかし子供たちにしか見えないヒサルキとは違い、大人にも見えているキヒサルは関係ないのではないかと思われますが、サルに取り付いているものがキヒサルで、取り付く前の体を持たない状態がヒサルキだとすれば納得がいくという考察もなされました。さらにヒサルキの関連話として、2チャンネルには小屋の2階という話があります。これはヒサルキの最初の話からたった数日後に投稿された話で、投稿主が大学のサークル仲間と旅行に行った時の話でした。貧乏学生だった投稿主たちは安い民宿に泊まることになったのですが、その民宿の隣に古い2階建ての小屋が建っていました。サークル仲間の一人である女性がその小屋を見るなり、2階がやばいと発言した後、こんなところには泊まれないと言い残して帰ってしまいます。他のメンバーは予定通り民宿に泊まったのですが、夜になると気になっていた隣の小屋に数人を残して探索に出かけます。その小屋には30歳くらいの男性の住人がおり、その男に誘われるままメンバーは2階へと上がって、大量の酒や料理を振る舞われ、何事もなく民宿に戻ります。次の日、民宿に残っていたメンバーに話を聞くと、みんなが飲み食いしていた部屋のすぐ下に小さな明かりが灯っていて、その明かりが消えると1階の扉が開く音がしたというのです。つまりみんなが飲み食いしていた部屋は2階ではなく3階であり、すぐ下に他の誰かがいたことになります。小屋の住人と食事をしている間、部屋にはかなりの音量で音楽が流されており、それは下の階の音がバレないようにしていたとも考えられ、さらに住人の男は1人だったにもかかわらず、なぜ大量の食事と酒がすでに用意されていたのかという謎も残されました。そして旅行が終わり、サークル仲間たちと地元へ帰ると、旅行の初日にこんなところには泊まれないと言って帰ってしまったあの女性が失踪していることがわかります。失踪した女性と同じアパートに住んでいる大学の仲間に聞いたところ、一度帰ってきたのは確かなのですが、部屋は荒らされた様子もなく、普通に買い物に出かけたような感じで女性は失踪していました。そして失踪から1ヶ月後にこの女性が発見されていたことが後になってわかりますが、精神に異常をきたしていたので失踪中ということになっていたのだそうで、この女性に失踪中の出来事をいくら聞いても何も答えず、ただ一言ひさゆきとだけつぶやいたのだそうです。ひさゆきという名前に心当たりはないかと、投稿主やサークルメンバーは警察から事情聴取を受けますが、誰にも心当たりはないのでした。この小屋の2階という話は、これだけだとヒサルキとは関係ないように見えますが、実はタスレに失踪中だった女性が投稿したと思われる書き込みが残っており、夢見るまどかという名前で書き込まれたその内容は、サークルメンバーと旅行に行ったものの嫌な予感がして自宅に戻ったものの、その後何かに取り憑かれたようにあの小屋に戻ってしまい、小屋の2階に裸で閉じ込められ、皆が上の階で飲み食いして騒いでいる音が聞こえたことなどが書き込まれていました。そしてそこに行ったヒサユキと呼ばれる口が聞けない男は、
夜になると彼女と体をぴったりとくっつけて眠るのだそうですが、眠っている間彼女は体を乗っ取られているような感覚を覚えます。そうして眠りにつくと夢を見るのですが、夢の中で彼女は動物を大量に殺し、時にはその肉を食べることもあったそうです。そして夢から覚めてみると口の周りに血がついていたこともあり、彼女は夢ではなく実際に体が乗っ取られていたことを疑います。そして彼女は長い監禁生活の後に解放されるのですが、外傷性のストレス障害で入院することとなってしまうのでした。この夢見るマドカの話にはさらに符合する投稿が2チャンネルに上がったことがあり、それはオカルトなどには全く関係のない露出狂の目撃談を語るスレで、例の小屋があると思われる場所で裸の女が立っていたという目撃証言があったのです。しかもその女は犬の腹を食べていたと書かれており、小屋の2階と夢見る窓か、さらに露出狂の話を合わせて考えてみると、一連の話に出てくる久行は久歩きなのではないかとの推測が上がり、2チャンネルでは久歩きの関連話とされているのです。こうして久歩きを中心にして様々な奇妙な話がある2チャンネルなのでした。なんだろう、ヒサルキとかヒサユキとか似たような名前でややこしいこと言うのやめてもらっていいですか？ご視聴ありがとうございました。